おはようございます。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。本日はですね、このお盆で見てもらいたいシリーズの1、2、3の3個目に入ります。1と2はですね、このお墓参りに行くと観測が1になりますよ。なので、そこで出現しますよと。で、どんな周波数で見るかで、それで集まってきますよ。だからお願いに行くんじゃなくて、感謝を伝えましょうというところをお伝えしたんですが、で、ナンバー3はですね、このお祈りをするときに、このレベルがあってですね、で、最強のお祈りはどういう状態かというところのお話をですね、この周波数を見ながらお話しさせていただきます。では、画面の共有に入ります。こちらですね。自分のために祈るよりも、周りのために祈った方が強いというその仕組みをお話しします。これが最終回です。まず、神社に行った時に、とか、お墓参りとか、ご先祖様にね、こうご挨拶に行った時に、最もいいことはお願い事をするんではなくって、このお礼を言うとか、お祈りをする、お礼を言うということなんですけども、そのところですね、自分のためにありがとうとか、自分のために自分がより良くなりますようにっていう周波数で祈りますと。自分のために祈ると。そうすると、自分のため周波数を出します。そうすると、それと呼び合う周波数何かというと、周りの家族も職場の人たちもですね、発信する周波数が何が出てくるかっていうと、自分のため周波数できます。っていう波がわー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 ってこう返ってきます。自分のためヘルツ。そうすると、それぞれが自分のため、自分のため、自分が良くなるため、自分が豊かになるためにって、自分だけってやると、自分だけっていう、自分だけ良ければいいっていう人たちだらけなので、結構苦しいと。じゃあ、どうすればいいかというと、周りがお幸せでありますようにと。いうふうにお祈りをします。そうすると、周りがお幸せでありますようにという人たちと呼び合います。それで周波数が返ってきます。それは本当にこう居心地がいいと。でも、一方でね、自分の心が枯れてると。もうすごいお金がなくて困ってるとかね、周りからもうソース感状態で苦しいのに、周りのためってなかなか祈れないと。言ったとき、どうすればいいのかと言ったらですね、自分が心枯れてるのに、周りのために祈れないじゃんと言ったときは、そしたらですね、自分も喜んで、その喜びのもとで、その周波数の中で周りも喜ぶというふうに、まず自分が喜ぶということをやります。で、その喜びが周りに広がっていきますようにというふうにやります。じゃあ、例えば、このね、みんなお盆休みに休んで自分が食器洗わなきゃいけないと。で、誰もやってくんない。で、誰もやんないじゃん。私もやんないとか、ね、この誰もご飯作んないじゃんとか。言って、そうすると機能が回らない。あるいは職場でね、みんな帰っちゃって自分しかその仕事できないと。みんな帰っちゃったから私も帰っちゃえばいいや、だと、無責任という周波数を周りに広げてしまうと。じゃあどうしたらいいかと言ったらですね、例えば、自分は疲れていて休みたいけど、自分しかいないとかね、自分がやらないと回らないと。そういった時にはですね、私が自分をそこをね、考え方を変え、上げてるんですけども、どういうふうにやってるかっていうとですね、こうやって私が行うことで喜ぶ人が増える。で、自分が徳を積むことになって。で、私の周りは徳フォトンってあるかわかんないですけど、徳の周波数だらけですよ。で、私の魂周波数がどんどん高まってる。あ、そうやってやらせてもらってるんだ。ありがたいなっていうふうにですね。これ子供の時から結構私こういうこと考えていて、周り誰もやんないじゃん。自分がやろう。みたいな。で、自分が、それで、まあ、徳を積んでるって、これ、おじいちゃんとかにも、祖父とかに教えてもらったんですけど、この、徳を積んでることになる。で、天の位に銀、貯金が溜まっていくみたいなのを教えてもらって。で、その魂周波数が、自分自身の魂周波数がどんどん高まってるから、よかったっていうふうに捉えると、すごい喜びでね、それをやることができるんですよ。で、あ、自分がレベルが上がってるみたいな、子供の時そう思ってたんですね。っていうふうにしていただくと。なので、まとめるとですね、お祈りのレベルですね。お祈りのレベルがあって、まず、自分が豊かになりますようにっていうふうに、自分のためにこう、お祈りをする。そこからレベルを上げていって、うちの家族が、うちの職場の人たちが健康で平和でありますようにみたいに、こう、規模を広げていきますよと。で、さらに広げていって、もっと強い最強なのが、地球上すべての存在が平和でありますようにという周波数を響かせていくと、そうすると、自分が地球上すべての存在にってこう祈ると、その祈りと呼び合う人たちと響いてくるんですね。私自身もですね、毎日こうお祈りをするときに、この、ま、世界の平和っていうところを響かせて祈っていくんですけども、そうすると、スーってね、いろんなこの壁とか柱とかミクロの層に入っていく
感覚がすごく深まるんですよ。で、まあ、自分がね、自分が豊かになりますようにとは、最近は全然やってないんですけども、この全てがお幸せでありますようにっていうような響きを祈ると、ちょっと自分も本当に全てなので、全部良くなっていて、で、スーってこう自分が波が平らになる静かな状態っていうのはね、すぐこう入りやすくなるんですね。よりこう、でかい規模で祈ると。で、例えば、今皆さんちょっとやってもらいたいんですけど、この、まあ、二人いればね、二人でこの力の確認をこっちとこっち側でこうやるのを見てもらえればいいんですけど、今一人の時に、オーリングってこう、自分の力がちょうどいい指の輪っかを作って、こう、ギューってこう、押さえるんですね。で、もう一本の指でこう、弾くんですけども、そこで、自分がお幸せでありますように、自分が幸せでありますようにってやった時の強さ、まあ、ちょっと強い。で、それが、世界中すべての生命が、地球上すべての生命がお幸せでありますように、地球上すべての生命がお幸せでありますように、地球上すべての生命がお幸せでありますようにってやって、やるとね、めっちゃ強いんですよ っていうふうに、全然こう力が変わるので、そういうふうに皆さんがね、この自分の幸せだけじゃなくて、周りのお幸せを響かせていくと、周りとか地球上すべての生命なので、自分も地球上すべての生命の一つなので、一エネルギーなので、そこがどん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 幸せを響かせていくので、本当にこう最強、それを毎日毎日やると、1週間10日で、ね、全然こう変わるので、ぜひ今回のお盆を機会にですね、自分の祈りをそういうふうに合わせていっていただければと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。